ここでフリーダムに登場し戦火の中を駆け抜けたキラヤマトさんと中継がつながっているようです。早速キラさんを呼んでみましょう。キラさん。はい、僕はキラヤマトです。名乗らなきゃいけないんですか。あ、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします、はい、早速質問させていただきますけど、何でしょうか。戦闘に介入した理由をお聞かせいただければと思います。理由ですか。はい、ですね、戦闘をね、停止したいという係の願いは大部分には届かなかったんですよ。はい、まあ僕はね、何が正しいのかなんてわからないけど、はい、僕には守らなければいけないものがある、はい、それだけです。若干こうフラット気味ですね。なんかキラヤマトだが星総一郎だが、あ、キラさんですもんね。キラヤマトです。間違えました。僕ちょっと似てるなと思ったんですけど、星さんに勘違いですね。キラさんですもんね。同じ声なんで一応ね。そうです。同じ声それちゃうでしょ。同じ声じゃないでしょ。あ、声は似てます。そうですか。うん、星さんもじゃあキャラみたいな意味になるよね。はい、星さんをやってる声優さんがいるみたいな、そういう話になる。まあまあ、それは置いといてですね。はい。相当な被害者がね、出たようなんですけどね、今回の戦闘。まあでも、打ちたくはないんですけども。ええ。やられなければやられるから。キラさん、噛みましたよ。ねえ。僕だって噛むときあるんですよ。あ、そうですか。コーディネーターだろうが何だろうが。あ、そうですか。ラ行が弱いですね。いいんだよ。現場で見たあのオレンジ色の機体ありましたよね。そちらの機体の動きはどうでした？なんかありましたね。なんだか動きが遅かったみたいですね。はい、ああ、誰が乗ってたんですかね。ああ、僕知ってるんですけどね。知ってる。教えてあげません。ところでね、これ確信に迫りたいと思いますよ。ラクスさんとの仲ってのはこれどうなんですか？ラクスとの仲ですね。はい、お願いします。まあいい感じに進んで、おりまして、なかなか親密な感じに。こう段階を経てね。そうです。徐々に優しく見守ってくださいみたいな状況ですか。深い感じ。そうですか。一緒にお住みになられてるんですか。一緒に住んでおりました。はい。そうですね。一つ屋根の下で。あ、そうですか。あんまりこれ以上聞いちゃちょっと怒られそうなんで、もうプライベートなんで。あ、あまりその辺そうですか。想像の。どうもありがとうございました。はい。じゃあ現場から星総一郎さんが、あ、違う、キラヤマトさんがお伝えしてくださいました。どうもキラさんありがとうございました。以上。僕が言うとこじゃないですか、これ。あ、もうめんどくさいんで僕がやっちゃいました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。